殺隊を支える9人の柱。その中にはただ一人だけ鬼の首を切ることができない剣士が存在する。鬼殺隊虫柱、胡蝶忍。私は柱の中で唯一鬼の首を切れない剣士ですが、鬼を殺せる毒を作ったちょっとすごい人なんですよ。忍が作るのは毒だけではない。両親の影響で薬学に精通する忍は鬼殺隊の後方支援部隊隠しを率いて大使たちと治療に当たる。蜘蛛にされてる人を治療してる時は女神のようだったな、みんな泣きながら忍さんのところに行ってたからな。そんな彼女の信念は人と鬼との共和。人も鬼もみんな仲良くすればいいのに。富岡さんもそう思いません？彼女は鬼と対面した時、攻撃を加える前に相手と和解しようとする。かわいいお嬢さん、あなたは何人殺しましたか？人を殺した分だけ私がお嬢さんを拷問します。その痛み、苦しみを耐え抜いた時、あなたの罪は許される。そして和解が決裂すると、忍は蝶のように舞い、蜂のように毒を突き刺す。鬼と人との共和を信念に掲げながら、その一方で残酷な行為を鬼に強いる忍。そこには忍が抱えるいびつな感情、彼女のある過去が関係していた。鬼が父さんと母さんを。忍、大丈夫、大丈夫よ。胡蝶忍と胡蝶かなえ、二人の姉妹は目の前で両親を鬼に殺された。姉妹を救ったのは鬼殺隊姫島行軍。彼の到着が少しでも遅れていれば姉妹の命はなかっただろう。幸せだった生活を一瞬にして奪われた二人はある決断を下す。私たちと同じ思いを他の人にはさせない。姉妹は決意とともに姫島の元に訪れた。鬼狩りの方法を教えてほしいの、私と姉さんに。姫島は二人の懇願を聞き入れなかった。しかしどうしても引かない姉妹に対し、姫島はある試練を課す。この岩を動かしなさい。この岩を動かすことができれば私は君たちを認めよう。巨大な大岩を前にしてうろたえる姉妹に、姫島は辛辣な言葉を放った。できなければそれで許されるのか、できなければ誰かが死ぬ。そんな状況でもお前はまだ生ぬるい言い訳を口にするのか。しかし忍の持つ最大の武器、知識が無理難題と思われた試練を突破に導いた。姉妹はテコの原理を使い大岩を動かしたのだった。こうして育てのもとに旅立った姉妹は血の滲むような努力の末に最終選別試験を突破した。しかし姫島は今でも思う。これで本当に良かったのだろうか。さらなる残酷な運命を姫島は嘆いた。姉さんは忍の笑った顔が好きだな。私は救いたい人も、そして鬼も。数年後、鬼殺隊花柱となった胡蝶かなえは上弦の鬼ドーマによって惨殺された。ドーマは男よりも栄養価の高い女を食うことに執着する残虐極まりない鬼だった。ドーマにとって柱であるかなえはとても魅力的な食料だった。忍が駆けつけた時、ドーマは日光を避けるためすでに姿を消し、そこには息絶えようとする最愛の姉胡蝶かなえの姿があった。忍、鬼殺隊をやめなさい。あなたは頑張っているけれど、多分忍は。その先に続く言葉が何なのか忍には分かっていた。分かった上で忍は叫んだ。いやだ、絶対やめない。姉さんの仇は必ず取る。言って、どんな鬼なの、どいつにやられたの。カナエが死に忍は変わった。倒すべき鬼にすら情けをかけ続けた。優しすぎる姉の仕草、口調、立ち振る舞い、性格、すべてを模し、それこそ血を吐くような修練の末に柱にまで登り詰めた。姫島曰く、そうでもしなければ生きられなかったのだろう。それほどまでに辛く苦しかった。柱になってからも忍は
姉の仇を討つことと、人と鬼が仲良くする。この二つの感情の終着点が見つからず、苦しんでいた。そんな中、忍は人を食わない鬼、禰豆子と炭治郎に出会った。人と鬼が仲良くする姿を初めて見た忍は、炭治郎に思いを託す。君には、私の夢を託そうと思って、鬼と仲良くする夢です。きっと君ならできますから。その時炭治郎は忍の笑顔の裏に隠された怒りに気がついていた。怒ってますか？なんだかいつも怒ってる匂いがして、ずっと笑顔だけど。忍は少し疲れていた。コミックス6巻の表紙は胡蝶忍、そして背表紙には紫色の芍薬が描かれている。なぜか、紫の芍薬の花言葉は憎悪。口では鬼と仲良くしたいと言っても、心の深いところにはどうしようもない嫌悪感があった。炭治郎くん、頑張ってくださいね。どうか禰豆子さんを守り抜いてね。自分の代わりに君が頑張ってくれていると思うと、私は安心する。気持ちが楽になる。カナエの思いを炭治郎らに託し、一つ肩の荷が下りた忍。忍は敵討ちに集中するため、ある決断を下した。笑顔を絶やすことのない胡蝶忍。しかし本来彼女は短気で怒りっぽい性格をしている。ナタグモ山で富岡義勇と共同任務に挑んだ時のこと、彼女は禰豆子をかばう義勇に対し、こんな言葉を投げかけている。鬼とは仲良くできないって言ってたのに、何なんでしょうか。そんなだからみんなに嫌われるんですよ。俺は嫌われてない。否定する義勇に対し、忍はきついとどめを食らわせた。すみません、嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。これにはさすがに鉄仮面の義勇もショックを隠しきれなかった。そして忍は人心掌握術にも長けている。負けず嫌いの猪之助が修行を投げ出した時には、できて当然ですけれども、得得するには相当な努力が必要ですよね。仕方ないです。できないならしょうがない、しょうがない。また女の子が大好きな善逸に対しては手を握りながら、頑張ってください善逸くん、一番応援していますよ。忍の的確な声かけにより二人はやる気を出し、見事全集中常駐を得得する。気が強く口が達者、それが胡蝶忍の本来の性格だった。姉の思いを炭治郎に託し、本来の自分が出せるようになったためか、それとも最終戦が近づく焦燥ゆえか、柱稽古の開始を境に忍から次第に笑顔が消えていく。そこには彼女の下した決断が関係していた。鬼との最終決戦、無限上に落とされた忍は姉の仇ドーマと対峙する。いやいや、はじめまして、僕の名前はドーマ。いい夜だね。私の姉を殺したのはお前だな。この羽織に見覚えはないか。小柄な忍は自分の非力さを補うためにあらゆる知識を習得し、毒の調合に命を懸けてきた。しかしその努力も上限の鬼の前には無残にも打ち砕かれた。忍はがっくりと膝をつき、自分の無力さに涙を流す。そんな時、忍の脳裏に懐かしい人の声が響いた。立ちなさい、虫柱胡蝶忍。どんな犠牲を払ってでも勝つ。私とも、カナオとも約束したんでしょ。忍ならちゃんとやれる。頑張って。忍は立ち上がり、ドーマに向かっていった。最後の一撃を放つために。偉い、頑張ったね。全部全部無駄だというのに、このやり抜く、この愚かさ。これが人間の儚さ、素晴らしさなんだよ。言い残すことはあるかい？聞いてあげる。地獄に落ちろ。忍はドーマによって骨を砕かれ、命を落とした。しかし、それは忍が仕掛けた巧妙な罠だ。一体、どんな鬼なの？どいつにやられたの？ドーマは、女を喰らうことに執着する鬼。それを逆手にとって忍は一年以上前から藤の花の毒を飲み続け、全身を毒に変えた。彼女に蓄積された毒は彼女の全体重
37キロ分、鬼の致死量のおよそ700倍にまで達していた。弱体化したドーマの首をカナオと伊之助が切り落とし、鬼と仲良くする夢を炭治郎に託した忍は、自らの命を懸けてもう一つの夢を成し遂げたのだ。あ、やっと死にました。暗闇の中で目を覚ましたドーマが見たのは、殺したはずの胡蝶忍だった。これで私も安心して成仏できます。敵討ちを果たした笑みを浮かべる忍を見て、ドーマは奇妙な感覚に襲われる。これが恋ってやつかな。かわいいね、忍ちゃん。ねえ忍ちゃん、ねえ、俺と一緒に地獄へ行かない？忍は慈悲に満ち溢れた笑顔を浮かべ、こう告げた。とっととくたばれ、クソ野郎。姉のつつましさと鬼への怒りを見事に融合させた名言がここに誕生した。